虹色に染まって見上げたらいつでも綺麗な空が見えるから Dreaming Day。でも本当に本当にファイナルラスト、これがさ、最後、これが本当に、うん、じゃあ今日はこの辺にしますあー、本当だよ。それじゃあおつかーぷ、今日もありがとうございました。それじゃあおやすみまたねおやすみなさーい。友達、いっぱいできたんだね。最後くらい、まともに退勤させてくれ。なんかあったかいよね。逆にさ、いつかそれがさなくなってしまったとき、私は孤独で死んじゃうかもしれない。怖い。それが孤独だったものが一気になんか周りにたくさんの人が来て嬉しいから。でもその人間強度がこれね、ずっと言ってる、毎年言ってる気がする。どんどんさ、やっぱ友達増えてってすっごい嬉しい反面さ、人間強度が下がってくのよ、やっぱり。孤独であることってさ、人を強くするんだよ。幸せなんだけど、でもなんか幸せって弱くなることなのかなと考えたり、なんかいろいろ考えると。After all, someday, it all gonna be memories. みんなね、当たり前だと思った人でも、当たり前だと思った日常も、いつか崩れゆくからね。ねえ、いなくなっちゃったら何もできないかよ。みんなには絶対後悔してほしくないよ。VTuber ってさ、言ってしまえばもろく儚いじゃん。卒業しますってなったらさ、全部なくなっちゃうじゃん儚い存在を応援してくれることがすごい嬉しいし、祭りも長く長く続けようって思えるから、もうなんか感謝しかない。まあね、最近みんなもいろいろあったと思いますが、少しずつ元気になってもらえればいいなと思いますよ。2桁ぐらいの、そう、こういうことを見てきて、そんな中で突然が多いから、どっちにしても慣れることはないからさ、やっぱみんなの中で解決できるものって、まあ私もそうだったけど、時間しかないんだよね。